こんにちは、どうも、ふくやです。今日はイメチェンっていうか、結構私スカートをね全く履かないタイプなんですね。で、今回はね、私とか高校生とかにも履けるスカートファッションみたいなのをやっていきたいんですけれども、今回はこちらのフォーチュンっていうアプリで記事を参考にして、いろいろねコスメとか服とかを買っていきたいと思うので、開くとねメイク&コスメとかファッションとかね、いろんなジャンルのものが見れますね。最近流行ってるやつとかね。で、今回は私的にはねこんな感じのスカートをねちょっとチャレンジしてみたいなと思うので、スカートを買いに行っちゃおうかしら。結構ねこのアプリは20代から30代の方とかも見られてるみたいで、私まだ10代なんですけど、それでも結構ねいろんなトレンドがね入ってるので楽しめますね。では買い物に行っていきたいと思います。レッツラゴー。はい、こちらのパワーパフガールズのやつを買いたいと思います。クッションファンデ、それとあれ、これがねすごい韓国っぽいなって思って、まあ普段スカートはね履かないタイプな私ですが、今回履いて乙女になっちゃう。そう、はい、こんな感じで買ってきました。で、まず買った商品を紹介していきたいと思います。まずはこちらのスピンズで買った虹の T シャツなんですけど、これは1998円プラス税です。あとこちらのようなスカートを買ってきました。さっき あのフォーチュンの記事にも載ってたようなチェックのねスカートを買ってきました。これ入るかな、大丈夫。で、今回はちょっといやらしい女を演出したかったので、この網タイツ350円プラス税を買ってきました。で、バットっていうところのこういうサマーのベレー帽を買ってきました。靴下はスピンズのここにリングがついてるやつを買ってきました。コスメはこちらを買ってきました。このこれもフォーチュンの記事を見て選んだんですけれども、この3コンセプトアイズのリクイドリップカラーニューミーっていう色ですね。で、こちらこのパワーパフガールズのすごい可愛いクリオペリペラインクレスティングピンククッション01番で、次にこちらエチュードハウスのプレイ101ブレンディングペンシルベルベット19番を買ってきました。これオレンジですね。で、ラストにこれです。エチュードハウスのブレンドフォーアイズの2番。いろんなねブラウンカラーも入っててすごい使いやすそうだったので買ってきました。で、今回スカートを履いてる大人メイクみたいなをやっていきたいと思います。では行きましょう。まずはカラコンしていきます。このラルムのモイスチャー UV、今回はね大人っぽくいきたいので、カラコンもねちょっと色素薄めのやつを使っていきます。次にこちら皮脂崩れ防止下地を塗っていきます。もう夏はね皮脂がすごいから嫌よね。次にこのめっちゃ可愛いクッションファンデを塗っていきます。わー可愛い、見てパフもめっちゃ可愛い。うお、はい、クッションファンデを塗れたらこんな感じです。ごいカバー力があります。うわー、コンシーラーをやっていきます。おでこにだけパウダーをはたいていきます。はい、次に眉毛をやっていきます。次にアイブロウパウダーをやっていきます。真ん中と下の色を混ぜて、眉頭から眉尻にかけてふわっとのせていきます。で、今回ノーズシャドウはね結構濃いめにやっていきたいと思います。で、ここが一番濃くなるように。次にアイブロウマスカラをしていきます。次にアイメイクはまずエチュードハウスのプレイ101のやつを使っていきたいと思います。これを二重幅の線のところに一回描いていきたいと思います。はい、結構ね大胆に描いても大丈夫です。ぼかしていきます。はい、ぼかすとこんな感じになります。はい、今回はまずここのマットな色を取りまして、クリース部分に入れていきます。次にここの茶色を取って大幅のところにこんな感じで塗っていきます。次にここの赤っぽいオレンジを取りまして、で、目尻から目頭にかけて外側から、今回は大人っぽいメイクなので涙袋は作らないです。この一番暗い色を取って、下まぶた全体に茶色いカラーを入れていきます。アイシャドウはこんな感じになりました。アイライナーをねやっていきたいと思います。跳ね上げラインにしていきたいと思います。斜めに一回線を引きます。三角になるように手ここを塗りつぶします。切開ラインも描いていきたいと思います。じゃん、あ
ラストにこの3コンセプトアイズのリップを塗っていきたいと思います。透明感がある。今回はこれを全体的に塗っていきたいと思います。塗れたらすごいこんな感じです。あ、忘れてた、マスカラ忘れてました。こちらのマスカラを使っていきます。はい、こんな感じでメイクは完成しました。結構ね、いつもの私違うわね。はい、そしたら、服に着替えて完成にしたいと思います。おー、チリチリカーテン、おーイエー。こんな感じでイメチェンっていうか雰囲気結構変わったと思います。こういうのを着てね。え、わわ嬉しいねこういうメイクとかもね、意外にちょっと気に入っちゃいましてですね、今度からちょっとこういうメイク多くなるかもしれへん。ってことで今回私が気に入ったコスメと服をプレゼントしたいと思うんですけれども、私が気に入ったコスメはこちらです。このクッションファンデーション、ほんまにね、ツヤ感もすごい出て韓国すごくなるし、しかもね、中身とパッケージがすごい可愛いから持っててウキウキするコスメ、これは気に入りました。で、私が今回気に入った服なんですけれども、このね、タイトスカートが意外に気に入っちゃいましてですね、最近この白黒のチェックがすごい流行ってるので、これとこのクッションファンデを1名様ずつプレゼントしたいと思います。応募方法はですね、この動画に高評価を押してくれることと、2個目はフォーチュンのダウンロードを押してくれることで、3個目がフォーチュンのツイッターをフォローで、フォーチュンのトップ固定ツイートからイベント用のアカウントへ行ってもらって、私がツイッターでそのフォーチュンについてツイートをします。で、そちらにインストールの画面のキャップ付きでリップをくれることによって応募ができるようになっています。はい、こんな感じでよかったらみんな私と同じコスメと服もらっちゃいましょう。以上、福谷でした。バイバーイ。チャンネルの URL は概要欄にあるんで、よかったら見てください。バイバーイ。